こんにちは、辰野の八木翔雄です。今日は、宍粟市の芳賀町にやってきました。芳賀町にある、道の駅の、南芳賀さんにお邪魔させていただいております。今こちらは、農産、果物や、農産物や、一部加工品の販売をされておりまして、こちらが北側の棟がそちらの建物、こちらの建物になっております。こちらの棟は、割と最近に、増築、新築された、以前は青空、の下でされてたのを、こういう建物を作られて、そちらで販売されるようになりました。とても綺麗で、広々としておりますので、国道29号線沿いにあります。ぜひ、こちらにお越しの際にはぜひ、道の駅南芳賀さんにてお買い物をしていただけたらと思いますので、よろしくお願いいたします。